こんにちは、ハンナ塾の鈴木です。今日は日本で発行される新しいお札について紹介したいと思います。日本銀行は1万円札、5000円札、1000円札の新しいデザインを発表しました。新しいお札は今年の7月3日から発行予定です。従来の紙幣に比べて新しい新札はより精緻な印刷が施され、偽造対策が強化されました。さらに紙幣では世界初の 3D ホログラムが採用され、見る角度によってなんと人物の角度が変化しちゃうんです。さらにアラビア数字がより大きく印刷されることにより、年齢や国籍を問わずしてより多くの方々により簡単に金額を確認できるようになりました。では新紙幣に描かれている人物は一体誰なのでしょうか。一緒に見ていきましょう。1万円札の紙幣にはこの方、渋沢栄一が描かれています。多くの日本人にとってこの名前は聞きなじみがありませんが、実は現在のみずほ銀行、東京ガス、帝国ホテル、札幌ビールなどなんと500以上の企業の改革や創立に関わった人物なんです。渋沢栄一は明治時代から昭和時代にかけての日本の産業を改革したキーパーソンと言えるでしょう。続いては5000円札です。5000円札にはこの方、津田梅子が描かれています。津田梅子は日本初の女子留学生として名を馳せています。なんと6歳でアメリカへ留学した津田梅子は現在でも女子教育で名を馳せる津田塾大学の創立者です。帰国後、彼女は日本における女子教育の発展に尽力しました。英語を通じて女性の国際的な視野を開拓できると考えた彼女は、女性が教育を受ける権利を有するだけではなく、英語教育へも関心を向けるべきだと発信していました。続いて千円札です。千円札はこの方、この方は近代日本医学の父と呼ばれる北里柴三郎です。彼は医者の使命は病気を予防することにあるという使命のもと、ドイツ留学中に世界初の破傷風菌の培養に成功し、治療法を確立しました。彼は予防医学という信条のもと、後に日本初の肺結核専門病院を設立し、破傷風そして結核の治療に尽力しました。新紙幣は今年の7月3日から発行予定です。もし皆さんのお手元に今までのお札があっても大丈夫です。これまでのお札も今まで通りに使えますよ。留学に関するさらに多くの知識を知りたいという方はぜひ日学館留学センターまでご連絡ください。日本語を学んでみたいという方はぜひ半田塾へご連絡ください。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。